三月宮脇はニューヨークを拠点に活動する日系シンガー・ソングライター。日本生まれのアメリカと日本のハーフである。レコーディングやパフォーマンスはファーストネームを用いた三月名義のソロプロジェクトで行う。父親の仕事の関係で今後民主共和国、マレーシア、中華人民共和国、トルコ等、様々な国を行き来する環境の中で育つ。その後ニューヨークに渡って、 ニューヨーク州立大学パーチェス校で音楽を学び、DIY で作られた会場やベースメントショーなど様々なパンクシーンで経験を積む。楽曲 You r e Best American Girl はピッチフォークにてベストニュートラックを獲得。アルバム PUBATY にはタイム誌や主要音楽メディアなどで2016年のベストアルバムの1枚に選出され、2015年にはローリングストーン誌の 知っておくべき10人のアーティストに選出されるなど、海外媒体を中心に高い評価を得る。2016年夏に行われた US ツアーの評価も高く、ニューヨーク、ワシントン、ボストン、フィラデルフィア等の公演すべてがソールドアウトとなった。三月のサウンドを作る上で重要な人物は、大学時代に知り合い、過去の全タイトルにも関わってきたパトリック・ハイランド。 すべての楽器を彼と、三月の二人で演奏し、ミキシングやマスタリング、ジャケットのデザインまで二人だけで行う。日本人の母親の影響で、中島みゆき、松藤谷由美、山口ももえなど1970年代の日本の、ポップミュージックを好み、インスパイアされたアーティストとして、MIA、BJRK、マライア・キャリー、ミコチュー、ジェフ・バックリー、シーナ・リンゴを挙げる。 ニューヨーク州立大学のパーチェス校に進学し、19歳の時に作曲活動をスタート。バンドキャンプで音源を発表しながら、在学中の2012年にファーストアルバム、ラッシュを、2013年には学生オーケストラをフィーチャーした、セカンドアルバム、リタイアードフロムサット、ニューキャリアインビジネスを自主制作でリリースする。 大学卒業後の2014年には、インディレーベル w w ルワーミーから3作目となる、ベリーメイティ、メイクアウトクリークをリリース。ピッチフォークや NME、ローリング、ストーンなどで賞賛され、知名度を上げる。その後、ダーティープロジェクターズやデストロイヤー、ジュリアナ・バーウィックなど、US インディーシーンの人気アーティストを数多く輩出してきたデッドオーシャンズと契約し、 2016年6月に初めて本格的なスタジオでレコーディングされた4枚目のアルバムピューバティーニをリリーススマッシュヒットを記録し数々の主要メディアの年間ベストアルバムに選出された同年12月にはアコースティックギター1本の弾き語りでの初来日公演を行った2017年秋のピクシーズの全米ツアーのオープニングアクトに抜擢され 11月にバンド編成による来日ツアーが予定される。2018年に5枚目のアルバム Be in the Cowboy をリリース。ありがとうございます。